イコールポタポビッチはカザフスタンの陸上競技選手。専門はボータカトび。アトランタオリンピック及びシドニーオリンピック男子ボータカトびカザフスタン代表。身長185センチメートル、体重75キログラム。ジャンブール州、タラズ出身。1986年第1回世界ジュニア、陸上競技選手権において優勝。 1992年 IAAF ワールドカップでも優勝した。世界室内陸上競技選手権では1995年バルセロナ大会でセルゲイブブカに次ぐ2位となり、1997年パリ大会では5メートル90のアジア新記録をマークして優勝した。オリンピックには2回出場し、1996年、 アトランタオリンピックでは5メートル8 6の記録を残し4位に入賞。2000年シドニーオリンピックでは記録なしに終わり決勝進出はならなかった。アジア陸上競技選手権では1998年福岡大会において5メートル5 5の記録で優勝。1993年のマニラ大会でも2位に入っている。アジア競技大会においても好成績を収め。 1994年、広島大会、1998年、万国大会を制した。1990年には、日本選手権に出場し、5メートル80の大会新記録をマークして優勝した。ありがとうございます。